ちは、影村です。ダイソーもですね、税込み1100円で売っている、Bluetooth 接続で、できるワイヤレスイヤホン、レビューしてほしいというご依頼ございましたんで、ちょっと今日、そうですね、新ジャンルで、100円ショップレビューとかやってみようかな。全然100円ちゃうんですけど、やってみますんで、よかったら一緒に見てください。そうそう、これもダイソーなんですよ。これも、めっちゃ強くて、300円なんですけれども、スマホホルダーで、ここスマホボーンって置いても全然、取れないです。むっちゃいいです、これ。で、今日レビューするのはこっちなんですけれども、Bluetooth イヤホンですね。これがあれば、スマホを、ワイヤレス、として、使うことができる。あんまりね、僕音楽聴かないんで、ちょっとその辺詳しくないんで、よく、なんか、こだわりが全然ないというか、聞こえたらええ的なところがありますんで、何をどうレビューしたらいいのか、よくわからないんですが、ちょっと頑張ってみます。これがスペックですね。10メートルやったら届くって書いてありますね。で、フル充電で、4時間30分使える。待ち受けは50時間いけるって書いてありますね。で、こういう感じですね。じゃあ中身ちょっとチェックしてみましょう。ですね。すいません、ちょっと雑な開け方になっちゃいました。これが、ワイヤレスイヤホン本体ですね。すいません。こういう感じになってます。こういう感じですね。スイッチみたいなんがなくて、全部スマホでコントロールするんかな。なんかね、この入れ物がね、硬くて。で、これが充電ケースです。ちょっとここがあれやね。なんか、心もとない感じです。ね。右と左、これで充電いけるんですね。赤く光ります、充電中は。で、本体ケースの電源ですよね。グリーンやったら OK なんやと思うんですけれども、本体ケースの充電はタイプ C です。それで、スマホとつなぐ方法なんですけれども、英語ですね。ほい。またこれちょっと写真撮って、動画に入れときます。で、スマホとつなぐ方法なんですけれども、それでは、ちょっとペアリングのとこからやってみます。 Android 端末の場合でしたら、設定ですね。設定、あった。設定映ってるんかな。この接続済みデバイス、これですね。いい。で、ちょっと待ってくださいね。これを出して、で、新しいデバイスのペアリング、見えるかな？あ、出た。このダイソー、これですね。タップすると
ペア設定する。これで使えます。ちょっとね、オートバックス電話してみましょう。はい。お電話ありがとうございます。聞こえるかな？オートバックス、何ませんです。カーライフサポートセンターへおつなぎします。ただいま、あいにく塞がっております。このままお待ちになるか、後ほどおかけ直しください。まあ、こういう感じで、入ってんのかな？ちょっと一回切りますね。で、次 YouTube 聞いてみましょう。最近今ちょっと YouTube つけてます。西の皆様、4月から適用される時間外労働条件規制にも対応。音はですね、スマホの、ボリュームに、こう、連動してる感じです。いい未来を探せる、インディード。今からちょっと音楽流れます。これがね、音がええのか悪いのか僕ちょっとわからないんですけれども。どうなの？ちょっと違う YouTube 流してみましょうか。これが音楽がそのいいのか悪いのかちょっと僕わからない。そんなにそのスピーカーにこだわりがないんで、普通に使えるのは使えますよね。で最近この人の動画をよく見るんですよ。還暦ブログっていう。ちょっとね、奥さんが食道がんでちょっとかなり弱ってて、なんかちょっとこう あれやな思ってちょっと毎日見てるんですけど、まあまあね、まあまあね、その重低音はこう聞いてる感じはします。おはようございます。ちょっと両耳で今入りました。止まる、なぜか止まりますね。なんで止まんねやろ。あ、マイネオやからあかんのかな。あ、ちゃうわ。これ Wi-Fi に入ってるから。なんであかんなったやろ。ここを触ったらあかんのかな。あ、ここを触ったらあかん。ここ触ったらあかんのですわ。止まっちゃいます。なぜか。うん、ここを触るとあかんみたいですね。止まっちゃうみたいです。ほら。まあまあ、ちょっと説明書見て、ちょっとチェックしてみます。ダイソーの、Bluetooth ワイヤレスイヤホンなんですけれども、僕ほとんど音にこだわりがないから、ええのか悪いのかはわからないですけれども、ハンズフリーとして、使うには全然ありやと思います。で、両耳にしたら、外の音がね、聞こえにくくなります。だから、こう、歩き持ってこれをこうやるのはあんまりちょっと良くないかなっていう感じですね。
まあ、電車に乗って座った状態で使うなり、もし自転車とか車で、こう移動しもってやったら片耳だけ、入れるとかがいいかなっていう感じです。で、両耳したらすごい臨場感ある音にはなるんですけれども、外の音がほぼほぼなんか聞こえにくくなる感じですね。すいません、1100円にしては全然いい感じだと思うんですけれども、うん、音にこだわるんやったらまたちょっと違うやつを買った方がいいのかな、わからない全然このジャンルわからないです、すいません。今日は簡単ですけれども以上です、すいません、失礼いたします。